言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、セットセイルの話もそうだし、ドーム公演もね、3月3日4日ありますし、私もそちらね向かわせていただく予定ですし、まあ顔認証のやつもね、もうちゃんとすぐ出せるように QR コードの URL もね、自分の携帯のメモ帳に置きましたし、準備は万端でございますよ。なんですけどもね、まあいろいろ情報がまた出ていて、そのいろいろとこうね、マーゼルのパレードの先行配信なども含めて考えると情報が多いので、フェスティとしても情報は見逃さないように、逐一チェックをしていくといいのかなと思います。結構大事な情報がね来ていますからね。で、まずは1個前の動画になると思いますけれども、まだ出ていなかったので、オリコンのデイリーデジタルランキングでデイリー1位を取りました。セットセイル良かったです。おめでとうございます。ですね、まあ皆さんご存知の方多いと思いますけれども、クリーピーナッツのブリンバンバンボンが非常に強いです。はい、非常にを長くしましたが強いです。はい、まあ一時期の夜遊びのアイドルのような勢いですね。で、実質もうかなりのバズりようでございまして、一説によると夜遊びアイドル超える可能性すらあるんじゃないかとも言われておりますですね。またそのアピールする層が違うもんでして、夜遊びアイドルはどうしてもアニメファンとか日本の可愛いカルチャーの好きな人たちで構成されるが、ブリンバンバンボンはがっつりヒップホップ楽曲、まあアニメの主題歌でもありつつのヒップホップ楽曲なんで、アニメの部分も使えるし、ヒップホップ好きは世界に非常に多いです。スカイハイもラジオで今の音楽の主流はヒップホップともうずっと言ってます。で、その状況を衰えることがございません。はい、強いですね。何度も言いますが、まあ無理はね絶対してほしくないんですが、ダウンロード1位は取りましたが、なるべく長い間、できれば明日も1位、まあうまくいかなくて2位3位とかそのぐらいかもしれないけど、できれば多めにいてもらえるといいと思ってる。実質ね、ちょっと今そのオリコンのデイリーデジタルランキングを見てるんですが、結構ねいろんな曲が出ていて、で、例えばアドさんのバリューって楽曲に関しても、2月23日の段階でニューっていう感じ出てるんだけど、アドのバリュー2位なんですよね。そう、でもブリンバンバンボーは1月7日から出てるんですが、ずっと1位にいます。で、この2月26日のセットセイルで久々にクリーピーナッツが2位になったなっていうところですけど、まあでもね本当にそんな感じですよ。ちなみにその 2B 関連でいうと、北山ひろみつくんのベッドが3位に上がっていたりとか、ライミュもろもろでも結構いい感じで上がってはいますね。 2B も頑張っていますので、はい、っていうことなんですけど、はい、まあセットセイルね、まだダウンロードしてない方とかで、もちろんそのお金がかかることではあるので無理は絶対にしてほしくないんですけれども、もしね可能であればちょっとダウンロード強化とかもするといいかなと個人的には思います。とはいえ2月26日付ダウンロード数 14,070 ダウンロードで1位を獲得いたしました。ちなみにそのクリーピーナッツのブリンバンバンボーンの一番最初の1月7日の段階ではダウンロード数2万を超えておりました。はい、メインストリームは非常に強かったですけれども、まあセットセイル当然ね強いんですけど、そこまではいってませんね。またどの辺で力を入れるかっていう部分にもなってくるので、まあ実質どうかは分かりませんが、まあダウンロードでビルボード週間でなんとか初週1位を取れればっていうところ、ストリーミング実際どうなのかなっていう感じですけどね。ストリーミングはまあ強いところ多いですけど、いやーえぐちょっと今普通に見たんですけど、ゾッとしたなこれ。いやねブリンバンバンボーンが、まあストリーミングは週間で出るので、2月12日から2月18日の段階のクリーピーナッツのブリンバンバンボーンですけど、オリコンの方のデータです。1,874,974回です。バケモンじゃないですかまあバケモンですよね。 TikTok ではバズり倒しているしね。まあしょうがないんですけど、エディボーイの楽曲ね、お友達があって、
そこにブリンバンバンボーンが出てきた部分があって、それで上に行ってると。まあ、現状そのエディボーイ、ね、あのユニバーサルミュージック関連で流通させてたっていうことを知らなかったけど、アイル・ザ・ショーとエディボーイの楽曲は、その聞くことができなくなってます。レイちゃんもね、レイコもそうか。うん。ね。っていうとこ、マーゼルもそうね。うん。なんですけどね。まあまあ、そんなことです。はい。まあ、とにかくそんな感じでね。まあ、またちょっといろいろ推移を見ていこうと思ってますし、時間があるかどうかわかんないですけど、明日ちょうど水曜日なもんでね。うん。まあ、なんていうか、いろいろとまた出てくるんじゃないかなって思ってますよ。ね。っていう形でございます。はい。そんでもってね、情報としてですけど、これは明るいニュースでございますよ。BE:FIRSTのライブドキュメンタリー映画 Be The One。3月6日水曜日より Amazon プライムビデオにて配信決定。ということで、あの3月6日から Be The One の映画が Amazon プライムで見ることができるようです。Amazon プライムビデオでございますね。配信決定と書いてあるので、その映画として見れるようになるんだろうなというふうには思っています。3月6日なので、まあ3月の、あれですね、3日の公演というかね、そちらの方がね、やってから、そうか、3月2日と3月3日か。3月2日と3月3日の公演で、私なんか3月4日って言ってませんでした。言ってたら申し訳ございません。ちょっと記憶が定かじゃなくて。はい。まあとにかくそちらの方で、終わってからすぐですね、3月6日なんでね、うん、Amazon プライムビデオって配信決定ということです。いや、ビザワンの映画ね、またいつでも見れるっていう形で、私も映画館でね、4DX とか、いろんなエフェクトがあるやつで見ましたけど、個人的にはね、あれはそのディズニーランドにあったミクロアドベンチャーっていうね、アトラクションを思い出したりなんかしましたけれども、ミクロアドベンチャーはもうなくなったアトラクションでございますけども、昔の、だいぶ昔の時代にね、先取りをして、今の映画館でのああいうエフェクトみたいなものを先取りしてやっていたんだなと思ったりなんかいたしましたが、ね、時代的にも当時としてはすごかったと思うな、っていうことでございます。はい、なので3月6日から Amazon プライムビデオで配信決定ということで、まあ、エフェクトとかはありませんが、家でいつでも見れるっていうことで、またいつでもね、彼らの姿を見ることができるということになりますね。はい。で、続きましてですけれども、BE:FIRSTメンバーが作った新グッズ。そう、これ結構ね、語りたかった部分がありました。はい、オリコンの話で結構長くなりましたが、まあ、今回結構これ、まあ、忘れてはならんぞというとこでございますからね。うん。っていう形なんですけど、まあ、ちょっと前に動画でも上がっていて、私もしかしてシェアしてなかったかな。本当に動画で上がっていた BE:FIRSTメンバー7人の作ったグッズという形で、それがあります。オフィシャルグッズメンバープロデュースという形で、ソータくんがお香セットですね。5000円ということで、プロデュースドバイソータ。で、シュントくんがランダムチャーム。チャームは全4種ランダムということです。2000円でございます。で、マナトくんがエプロンですね。緑色のエプロンで、緑色なのは、これは、ドラゴンを表してるんでしょうか。そしてドラゴンと言いますと、竜兵くんのドラゴンスリープ、目覚まし時計。これね、とってもアメコミっぽさもあるし、まさかのドラゴンの形というか、まあドラゴンというか、辰として竜なので、竜と言った方がいいか。竜ですね、竜。竜の、まあ竜兵だし、竜だし、っていうところで、目覚まし時計です。これね、ちょっとこうヒップホップっぽさもあって、ドラゴンスリープっていう文字が書いてあって、真ん中に BE:FIRSTの B が書いてある。で、上のジリリリンってなるところが、ドラゴンというか竜のね、角みたいな感じでとても可愛いですし、足のところはドラゴンの足で、竜でございます。ドラゴンで言っちゃうな。はい。まあ、ドラゴンスリープって書いてあるからドラゴンで言っちゃうよな。で、ドラゴンスリープっていう文字は、そのブンブンバックのロゴみたいな感じの部分もありつつ、色合いとかね、フォントもそんな感じですね。まあ、ヒップホップの要素もありつつのドラゴンで、可愛いしかっこいいですよ。はい。これね、ノベルコア君が絶賛してました。竜兵天才じゃんっつって。はい。ってことです。で、ジュノン君がサウナセット。いいっすね。サウナーですね、ジュノン君は。サウナのね、やはり、BE:FIRSTメンバーまだ流行ってるのかな。前ほどサウナの話はしなくなった気もするけど、まあでも今でもしているか。ね。っていうので、サウナセット。これもサウナ行く方はぜひって感じですよね。で、りょうき君はシェーカーボトル。これはプロテインとか入れるんですかね。やっぱりね、マッスル、筋肉といえば、りょうき君ですからね。はい。BE:FIRSTが黄色い文字で書いてあって、黒いボトルでございまして、
結構そのかっこいい感じですね。これだから男性が使っても良さそうだし、女性が使っても黄色い文字でロゴだから案外これいいんじゃないかなって思ったりします。で、レオくんがハンドクリームですね。はい、という形で7種あります。で、個数があるんだけど、確かね、いくらまで買えるっていうので、シュントくんのやつだけちょっと多めに買えるみたいなところがあるはずっていうところで、ちょっとニュースが公式ホームページで上がってますので、情報共有のために見ていこうと思うんですけれども、メンバープロデュースグッズ2024受注販売のお知らせ、販売期間が3月2日土曜日10時から3月10日の23時59分です。そう、1週間とちょっとしかないですね。3月2日10時からになります。発送期間が2024年5月中旬予定。発送のタイミングはご注文いただいた順番ではなく、ご注文内容やお届け先地域により異なります。そのため発送順序が前後する場合がございます、みたいなことで、で、ご購入はお一人様各商品3つまで、ランダムチャームプロデュースドバイシュントのみ5点までとさせていただきますということですね。はい。で、ドーム公演の BE:FIRST Live in Dome 2024メインストリームマスタープランの各公演でも数量限定で販売いたします。会場販売の購入制限は BMS G ショップと異なります。ご注意ください。会場で真っ先に手に入れる人がいるということになるか、これめちゃくちゃすぐ売り切れるでしょうね。ね。っていう形です。はい。まあ、こちらの方、今私が読んでいるところも、概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご購入はこちらっていう文字もありますね。はい。まあ、もちろんまだね、ラインナップ並んではいないと思うけど、はい。っていうことです。ね。いや。まあ、とにかくいろんな情報が入ってますし、見逃しているものもあるかもしれませんが、ビートワンの映画とメンバープロデュースグッズは欠かせませんのでね。それに加えてオリコンデイリーでの話もさせてもらって、まあブリンバンバンボーンっていう強い相手はいるけれども、まあ無理のない感じでできるだけ食らいついていきましょう。っていうことでございます。ね。はい。というわけで諸々情報をまとめさせていただきました。ぜひ参考にしてください。では私はいろんな動画を撮っていますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく街角の語り部グランパンパースでした。